皆さんこんばんは。21時半からのハピーツスイーツライブ、今夜もお集まりくださいましてありがとうございます。徳島特産素材を使ったフランス菓子のお菓子教室アトリエエスリエゾンを運営しております、徳本さと子です。私はお菓子を仕事にしたい方に向けてサポートさせていただいております。今日もお集まりくださいましてありがとうございます。今日のテーマ、早速先にお伝えさせていただくと、ボールが綺麗になるゴムベラの使い方というテーマでお伝えしていこうかなと思っております。お知らせなども、ね、ありますので、はじめ軽くさせていただいてから本題入っていこうかなと思います。メッセージの方読ませていただきますね。はい、としこさんこんばんは、よろしくお願いいたします。そしてチャピーさんこんばんは、ケーク、ナルト、オレンジ、みやびはレッスンとセット販売の予定などあるのでしょうか、今日もよろしくお願いいたします。はい、早速ストーリーの方をご覧くださったと思うんですけれども、インスタグラムのプロフィール欄からリットリンクっていうリンクがあって、そこに私のいろんな LINE とかメルマガ登録とか今の講座とかね、いろいろ上げてるんですけれども、そちらから販売サイトの方に直接飛べるようになりますので、そっちからねチェックしていただくと、もうすでに実は販売ページは上がってるんですよ。私の案内がですね遅くて、今日しようかなと思ったらちょっとねバタバタしてて、送る間がなくこの時間を迎えてしまったということで、本当は今日の夜送ろうかなと思ってたんですけれども、明日のお昼ぐらいにね案内を LINE とメルマガで送ろうかなと思います。ナルトオレンジみやびっていうのはこちらになります。動画レッスンはこの上のダコアーズの生地の方がココナッツの味なんです。これとっても私気に入ってるんですね、組み合わせ。そして販売用はこちらの抹茶味になっております。これがね、ナルトオレンジっていう淡路島の昔からあるね、300年前から発見されて、それからもうずっと原種、ほぼ原種のままあるみかんなんですけれども、その懐かしい味のねするこちらのみかんと、まあ、日本の心というかこの抹茶ですね、これを一緒に組み合わせまして、みやびというね名前をつけました。このねケーキの生地も実はちょっと、まあ、販売用は少し、ね、配合が違ってたりして、レッスンの方は少し作りやすい配合にしてるんですけれども、発送は3月中旬ですね。ナルトオレンジという柑橘が取れるのがというか、この香りがいいのがやっぱり2月3月なので、限定ですね、春限定の販売です。受注生産になりますので、3月まあ上旬で締め切ろうかなと思っています。予約販売になっております。このね2層仕立てのケーキになっておりまして、もともとね皮の香りが一番こう強くなる時期っていうのが今っていう風に農家さんから教えていただいたので、それをこの上のね乗っかっているピールに加工したものを中にたっぷりと入れ込んでおります。で、果肉はペースト状にしてね、この生地の中に入れています。一口食べると本当にね、まるでデザートって思うようなみずみずしい焼き菓子になります。このナルトオレンジのね酸味が結構特徴なので、一口食べるとこうハッとするようなねこう強い酸味を感じるのと、あとその後このほろ苦さも持っているので、ほろ苦さとこの抹茶のほろ苦さもきて、中にくるみが入っているので、くるみの香ばしい食感っていうのがね後から追いかけてくるっていうイメージで作っております。これがね口の中で混ざり合うととっても美味しくなってますのでね、ぜひ味わってみてほしいなと思います。ね、これこそなんか和モダンフランス菓子っていう感じになってますよね。はい、で実際に作ってみたいという方は動画レッスンがありますので、上は、ココナッツの、ね、味の生地になってますので、これはこれで、ね、とても美味しいんですよ。知りたいという方は動画レッスンもあります。もう作るのは
大変なので、もう自分で買うっていう方はね、買っていただいて自分のご褒美にしていただければいいかなと思います。明日ちゃんとねご案内しようかなと思うんですけれども、もうすでにね実は買ってくださってる方がいて、あげてたらネットショップの方でね見つけられた方がもう購入くださってたりするんですけれども、気になるなという方はぜひねチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。今日のテーマなんですけれども、ボールが綺麗になるゴムベラの使い方、これですね、やっぱりゴムベラの使い方、お菓子作りでは外せないですよね。これテーマにしようと思ったきっかけなんですけれども、オンラインレッスンをしていると結構ね、ボールからボールに移すとかいうことが実習で多いんですけれども、拝見しているとボールの中にねたくさんこう生地が残ったまま流しに持って行ったりとか、次のね作業に移られてたりすることあるんですよ。例えば溶かしバターを作って、その中に生地の一部を入れてバターとよく混ぜたものをまた戻し入れるとかいう時に、戻し入れるそのボールの中に生地がね結構残ってるというか、いっぱいついてるんですけれども、一生懸命取ってくださってるんですけれども、たくさん見たらこうね筋が残ってしまってて、やっぱりそこでちょっとこう時間もかかるし、残ってるのもボールについちゃってるなっていうので、もったいないなって感じることがあるんですよね。頭ではね皆さん綺麗にしたいなって分かってるんですけれども、なかなかねボールの中を綺麗に手早く拭うってすごく、まあ技術もいることなので難しいと感じると思います。何回やっても一生懸命やっているけれども、なんかボールが汚れていってしまって綺麗にならないっていう方はね、今日のこの、まあ、エアーでやろうかなと思ってるんですけれども、やり方見ていただくと、その、まあ、正しい手順というか、プロの、ね、方とかがどうやってボールの中を綺麗にしているかっていうのが分かると思いますので、それを意識しながらやってみられると今までより絶対綺麗になると思いますので、ぜひね今日最後までご覧いただけたらなと思います。分量がね、特に少量のお菓子作りだとボールに残っちゃうとすごくね変わってしまうんですよね。ゼラチンの量だったりとか、本当に物によったら 1.5g とかってあるので、その 1.5g のをねこう拭った時にボールに結構ついてしまってると固まり方も変わってしまうんですよね。なのでできるだけ目標はですね 1g 以下ですっていうふうによくねプロの間では言われるんですけれども、このボールにくっついて残ってていいのは 1g 以下ぐらいを目指して綺麗にするつもりでやっていただくといいかなと思います。先生おすすめのゴムベラ富澤商店のミニサイズも SO スパチュラも最高です。いいゴムベラをいろいろ教えていただき、ゴムベラ大好きになりました。ありがとうございます。受講生さんにねゴムベラの選び方もお伝えしたりしてるんですけれども、私が結構いいなって思ってるのが、このね段差がないタイプがあるんですよ。普通ね私も持ってるんですけど、ここの真ん中に芯があってちょっとこう段差があるんですけれども、どっちでもいいんですけど、普通のよくあるゴムベラってちょっとこう段差がありますよね、ここにかくって。でもおすすめしてるのはこのね段差がないタイプだと結構綺麗にね拭いやすいので、結構こっちが気に入ってます。じゃあこっちダメかって言ったらそんなこと全然ないんですけれども、2つあってどっちか選べるんだったらこっちがいいなっていう感じでね、受講生さんにおすすめしていたら結構これ買ってくださってる方が増えてるということです。小さなねスパチュラもおすすめのがあって買ってくださったりしてるのでありがとうございます。ということでですね、これボールですよね、こういうボールの生地をなんか別のボールに移す、どういうシチュエーションがあるかな。例えばこれ2台分作って半々にするとかありますよね。これを1回別のボールに移してグラム測って2台のケーキにこれを分けて入れるとかいう時に、計量した時にここにいっぱい残ってたらグラムがね変わっちゃったりするので、綺麗にするにはどうやったらいいかみたいな感じですね。はい、ではですねポイントなんですけれども、2つ意識していただくといいかなと思います。1つは1回ねこう拭ったところは汚さないようにしていくっていうことです。はい、
ちょっと難しいかなと思うんですけれども、一回拭ったところを何回もこうやるからなんかいっぱい筋ができてなんか跡がバーって残っちゃうんですよ。だから一回拭ったところはなるべくもう汚さないように綺麗なままに置くっていうことが大事で、これが一つのポイントなんですけれども、二つ目はですね、この拭う場所によってゴムベラの使う場所を変えることです。あのゴムベラってこういう、ね、形してるんですけれども、ここの丸みはボールの、ね、カーブに沿うから、こうあのよくね、のの字までとかいうのをするときって このカーブをボールにこう沿わせるんですけれども、ここのまっすぐな面もあるし、ここの背の方のこの平らな、ね、平行になっている面もありますよね。なのでこれをね、うまくこのカーブと上とこの横っていうのを上手に使い分けてあげるっていうことです。使い分けずになんとなくこう拭ってたら、やっぱりねベタベタになって、いつまでやってもこうやってずっとやってても綺麗にならなくって、もたもたしているうちに生地の温度が下がってしまってね、流し入れる時に粘土がこう出てしまってやりにくくなっちゃったりとかってあるので、ここなるべく手早くやりたいところですよね。まあよく見るのはもうこうやってますね、皆さんこうやって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 やってる、何回もこうやってなんかこうやってこうやってこうやってずっとこうやってますね。これがねよくある、あの多いパターンです。あの皆さん一番よくやってるパターンですね。でもこれだといつまでたっても筋がいっぱい残っちゃうんですね。あの私がおすすめしてるのは、周りから取って一箇所に集めるというやり方です。トップのところを使ってぐるーっと持ってくるんです。ぐるーっとで、上を一周したらその下をぐる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 っと持ってきます。でもっと下をぐる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 っと持ってきます。だんだんね、ここがもう何もついてない綺麗な状態になるんです。そしたらあとここの底にね、生地がベタってくっついてるので、それをですね下に落としていきます。こういう、これはまっすぐでいいです。これもまっすぐ使って落としていきます。そしたら今残ってるのはここがね、生地がベタっと下の方についてるんですけれども、ここはもうこういう感じで下にダラダラダラってこう生地傾けて、もうダラダラって落としていきます。そうするとここらがね最後汚れていますので、今度はここの縁のお掃除しますね。そして縁のお掃除は、まあ、人によっていろいろですけど、ここの背のまっすぐなこっちを使って、ここの側面の上のここですね、ここをこう拭い取ります。横から見るとこういう感じ。こっちでもいいんだけれども、こっちの方がね効率よくやれますので、こう取ります。そしたらここ綺麗になったら、あとここだけ汚れてるんですね。そしたらここのまたまっすぐな面を使ってこう取ります。で最後こう取るとピカピカみたいな感じになります。こうすると、すごくね、無駄が出なくって、綺麗になりますので、誤差がね、出なくなるので、この使い方ね、覚えておいてほしいなと思います。覚えれました？大丈夫ですか？もう一回ね、ちょっとエアですけれども、やってみますね。ここの上を使います。ぐるぐるぐるっと下まで持ってきて、その下をまたぐるぐるぐるっと持ってきて、ぐるぐるぐる。で、最後、ここの底、底、底。そしたらこの丸いこのカーブを添えて、ここら辺の生地をちょっとこう落としていきます。ざーっと。そしたら今度背の方を使って、この縁をお掃除したら、あとここだけについてるので、これをもうこう綺麗に拭う、この手順でねやってみていただけたらいいかなと
思います。垂直に当てるのですね、ゴムベラ好きなのに分かってませんでした。正しい所作は美しいです。お菓子作りの正しい所作、他にもいろいろ知りたいです。はい、あ、そうですね、あの何があるんですかね。ね、これもあの頭で分かって、あとは慣れなんですよ。ラッペとかもそうなんですけれども、あの最初からね、いきなりはできないので、ゴムベラも最初からいきなり綺麗なとかは難しいと思うので、作るたびに今の動作をね、あのあえてやってみるとかいう感じで意識していくと、だんだん手早く綺麗にできるようになっていくので、これはもう日々のトレーニングと繰り返しになるので、正しいことを知ったら、あとはね、自分で意識してやっていくっていうことでね、必ず上達していきますのでね、あの美しい所作でお菓子作りができるっていうね、憧れが皆さんあると思いますので、ぜひね実践してみてください。はい、ということでね、今日は、ゴムベラの使い方をお伝えしました。ボールをきれいにしようっていうことです。最終的にこのね、ボールの中に残っている生地は 1g 以下にしましょうっていうぐらいまできれいに取ってみてください。はい、でポイントね、お伝えしたんですけれども、一回こう拭ったところは何回も触らない、できたらもう一回で綺麗なところは綺麗にするっていうのがいいです。で、二つ目のポイントは、拭う場所によってゴムベラの使う位置を変えるということですね。はい、今日はあのカーブも使ったし、上のトップのところも使ったし、背の方も使ったので、場所によってこれを使い分けていきましょうっていうことです。で、手順としては、周りからぐるーっと一箇所に集めてくるという考え方です。それをだんだんこう小さくしていくという感じですね。で、最後は底の平らなところを下にこう落としていただいて、それからあの下のね、こう溜まってるのを下に全部落として、それから背で、ボールの縁の立ち上がってるところを拭って、でゴムベラはちょっと一回きれいにしてから、そして背で最後すくい取るというようなね、手順でやっていただけたらいいのかなと思います。はい、ぜひね意識して試してみてください。今日もね最後までありがとうございました。それではね、また明日の方ですね、お昼ぐらいに販売サイトの方案内させていただきますので、こちらですね、はい、キークナルトオレンジ買ってみたいなという方はもう春限定になりますので、よかったらねチェックしてみてください。はい、今日も最後までありがとうございました。ではまた次のライブでお会いしましょう。さようなら。